さん、明日から夏休みとなりますが、一人の魔女として節度ある生活を送るよう心がけてください。これは ところで、明日から夏休みとなりますが、ルーナの立派な長さ。私、カガリアツコ、憧れの魔女、シャイニーシャリオみたいな魔女になるためにルーナノバ魔法学校に入学したの。シャリオっていうのは、私に夢を与えてくれた奇跡の魔女。6歳の時にシャイニーシャリオの魔法ショーを見て、私の夢が生まれた。きっといつかシャリオみたいな魔女になるんだ。そうそう、シャリオが持ってたシャイニーロッドだって見つけたんだ。これってもう運命だよね。きっとシャイニーロッドが私をシャリオの元に導いてくれる。待ってて、シャリオ。それにしてもルーナノバに来てからいろんなことがあったな。それまで通販の魔法教材でしか習ってなかったから、魔法の授業を楽しみにしてたんだけど、魔法の授業って私が思ってたのとは違ったみたい。だって普通魔法の授業って聞いたら夢や奇跡でキラッキラ、そういうのを想像するでしょ。それなのにすっごく退屈だし、難しくてちんぷんかんぷんなんだもん。それでも飛行魔法の授業はすっごく楽しみにしてたんだ。だって魔女って言ったらほうきでしょ。私小さい頃からずっとほうきの練習してたんだ。そのせいで怪我もいっぱいしたけど、そんな小さい頃の夢が叶うんだ。そう思ってたのに、ティアフレーレっていくら叫んでもほうきはうんともすんとも言わないの。私実は全然ほうきに乗れないんだ。でも大丈夫、私だっていつかはほうきに乗って自由に空を飛ぶんだから。ебань какая-то. Сначала была немного волнована, но в Луна Нова での生活はもう慣れたよ。友達もできたし、少しずつシャリオに近づいていってる。気がする。いろいろ失敗してみんなに迷惑かけることもあるけど、こっぴどく先生に叱られることもあるけど、時々自分でも嫌になって落ち込むこともあるけど、私は絶対に諦めない。見てて、シャリオみたいな素敵な魔女になってみせるから。それに明日からはルーナノバに入学して初めての夏休み。何が起きるか今から楽しみ。ドキドキのワクワク。それより夏休みだよ、夏休み。
は帰省するんだっけ？今回はパス。アーシュラ先生が暇を見て魔法の特訓に付き合ってくれるし。大丈夫、何も心配いらないよ。補修がしたければグラウンドに来いよ。